影。
好きになってしまったんだろう。出会ったその瞬間から心奪われてしまったの。何のどこがいいのかわからないけど君は言ってた。あなたが望むように私が変わるから。でもそういうことじゃなかった。今の俺には君を幸せにすることはできないから。そうあなたは言ってたけど幸せだった。あなたの隣にいるだけで、ただそれだけで、さよなら愛しき人よ。もう二度と会えない、もう会わない、そう決めたのに。どうしてどうしてあなたを忘れられないんだろう。今日も夜空に願う、会いたい。どうして君と別れることを選んだろう。その瞬間から心を失ってしまったよ。繋いだ手のぬくもり、見上げた星空の下二人。どうして楽しかった思い出のことばかり蘇ってくるんだろう。もっと寄り添ってやりたかった。もっとあなたの癒しになりたかった。もしも思い届くなら一度あの日に戻りたい。もう一度あなたと出会いたい。あなたは誰かと笑えていますが、君は今どこで過ごしていますか。いられていますか。私はあなたをたどっていました。行き止まりの毎日に迷い込んだまま前に進めずに。俺も君のこと思っていました。今夜もあの頃のままの二人に。一緒にいた時間が何度も頭の中で繰り返される。こんにちは、ドエチームグループエライツから来ました大森舞です。よろしくお願いします。今日はこんな遠くまで来てくれてありがとうございます。今日はいつもは普通にライブハウスとかでアイドル活動してるんですけど、今回初めてピアノ伴奏だけでライブをすることになったので、皆さんぜひぜひ楽しんでいってくれれば嬉しいです。はい、ということで、今日伴奏してくれるのは作曲家の村上俊介さんです。一言お願いします。はい、村上です。今日は、主催のですね、岡本さんに声をかけていただきまして、
こんな素晴らしいところで、イベントをやらせていただくことになりました。あいにくの天気なんですけども、楽しんでてください。はい。ということで、短い時間なんですけど、皆さん楽しんでいてもらえれば嬉しいです。ここから3曲続けて聴いてもらいたいと思います。はい、それでは「日だまりの歌」から3曲続けて聴いてください。
しさで溢れてて、そっと触れるだけで心と悲しみも消えてゆく。いつもうまく言えないから、今少しだけでもいい聞いてほしいの。
ありがとうございます。ここで次の曲のことなんですけど、次の曲はオリジナル曲で、次のその曲は村上さんが作ってくれた曲です。この曲は普段と結構アップテンポでバナー曲なんですけど、今回初めてこのピアノ伴奏でやります。ちょっとゆっくりめな感じで、歌詞もいい感じの曲なので、歌詞もちゃんと聴きながら聴いてもらいたいと思います。はい、ということで、あと2曲で最後なんですけど、最後の2曲もぜひぜひ楽しんでいってください。それでは、レンカのバーズフラワーから聴いてください。
初めて出会った日のこと覚えてますか？過ぎゆく日の思い出も忘れずありがとうございました。それでは大森舞でした。ありがとうございました。